私の専門分野は行政法という分野で、行政機関たくさんありますけれども、そこがいろんな法律を持っていますので、それ全般的に研究対象ということになっています。参与やってる時にはですね、あんまり法律学者でそういう経験した経験するってことは少ないと思うんですけど、政治家の方から見た行政っていうのを随分見ましたので、だいぶ行政もですね、政治家に見せる顔と法律学者に見せる顔と違うんですねっていうのは私にとっても大変勉強になりまして、行政法もすごく奥深いというか、やっぱり綺麗事だけじゃないなというのは実感として持っているので、そんなことを含めてお話をしていければと思っています。入門的なことをまず1年生の時に勉強するんですね。で、例えばですね、各省庁ごとにどういう政策をやってるのかっていうのを調べてもらったりするっていうのが1年生の科目です。それで2年目からは行政法の1というのを勉強してもらって、で3年生になると行政救済法の勉強をし、であと 3,4 年生の段階でさらにその個別的ないろんな各論があるもんですから、それを勉強していただくという、そういう段階的な形になってますね。コインの裏表って言ってるんですが、行政法の1っていうのは行政法の理論的な話を、例えば行政活動にどういう特徴があるのかとか、そういうことを抽象的に勉強するんですね。で、行政法の2っていうのは、じゃあそれが実際に争おうと思った場合には裁判に行くことになりますけど、裁判とか不服申し立てとかっていうことになるんですが、そういう具体的なその争いの中でどういう議論があるのかっていうことをやるのが行政救済法っていう分野で、2の分野ということになります。前期と後期に分かれてるんですね。で、まず前期に全般的に基礎的なところで行政救済法の勉強をして、で後期になったらそれをさらに詳しく裁判例などを含めて勉強するという形になってます。法律の勉強っていうのはやっぱり結構難しいのとつまんないもんですから、こうなんていうんですかね、忍耐強く何回も勉強しないとなかなか頭に入ってこないんですね。ですので、こう繰り返してやるということに意味があるだろうと。で、ある程度素養ができると少し難しいこととか細かいこととか、そういうところに入っていけるので、そういうことができるようなカリキュラムにしたつもりということですね。行政救済法のエッセンスという本で、救済法について全般的にまとめたもので、初学者の方でも分かりやすいように図表など入っているものです。行政訴訟の中で中心的なものが取消訴訟というものなんですが、その取消訴訟っていうのはたくさんその訴えを起こすためのハードルというのが用意されていまして、その今日勉強したのは原告適格というものなんですが、その人に訴えを起こす資格があるかどうかという、そういう要件についてテーマとして扱ったんですね。で、これについてはちょうど法改正があったところなので、重要な最高裁の判決などが出ていましたので、その判決をご紹介するということをしながら解説をしたということです。高校生の方も三権分立っていうのは知ってると思うんですけど、立法権と行政権とそれから司法権が3つの権力が平等にあって、それぞれせめぎ合って存在しているというふうに習ってると思うんですね。で、ところが現実の世界は全然そうではなくてですね、実際に法律を作っているのが本当に国会かというと、かなりの部分実質的に行政に依存しているっていうのが実態ということになります。それから裁判所の方も必ずしも有効に行政をコントロールするっていうことができてないんですね。ということになると、実際には行政がほとんど全てを仕切ってるっていうのが現実の統治機構かなという、そういうお話をさせていただこうと思うんですね。いろんな具体的なその国家のアクションみたいなものは法律に基づいて細かく行われてるんですね。現実に何が重要かっていうと、
法律の話が重要なのと、その細かいところを行政がどういうふうに動かしているかっていうそのディテールのところがですね、わからないと行政にちゃんと対抗するってことは非常に難しいので、その辺のこうプロっぽい話を少し感じていただければいいかなと思ってます。この世の中の仕組みがどうなってるのかっていうことに関心がある方でしたら、どなたでもいらっしゃっていただければと思います。学習院の法学部はですね、本当に個性の豊かな面白い先生がたくさんいらっしゃいまして、先生同士で論争になることも少なくないんですね。恵まれた学問的な雰囲気の中でいろんなことを何にも遠慮しないで勉強していっていただければいいかなと思います。そういう環境が整った学部だと思います。お待ちしています。